はい、こちらは松江錦鯉さんのですね、ジャンボにする飼育コンテストです。こちらも、最終の、報告とさせていただきたいと思います。次回はいよいよ飼育コンテスト品評会ですので、これが途中経過の評価になると思います。ちょっと映像では分かりづらいですが、かなり大きくなっております。飼育コンテスト品評会ではですね、サイズや寸法もですね、ご報告したいなと思っておりますが、どのコイも丸々太り、よく太っております。こちらも崩れることなくですね、かなり良い出来になっているんじゃないかなと思っております。残り約1ヶ月なんですけども、あとは仕上げをして、品評会をしたいなと思っております。実際にですね、品評会なんですけども、審査員の先生の数名お越しいただきまして、審査風景、そして、審査公表なども見ていただけます。はい、ちょうど給食が出てきました。食べに来ると思いますが、餌もですね、今年も日動さんから協賛いただきましたベニフシなども使い、そして、今回生虫などサナギなども、実際に与えてみました。しっかり太りましたね。でその規定もですね、審査の時にですね、ご報告したいなと思っております。ちょっとアップしづらいですが、してみますね。はい、沈んでますが、今日夕方撮影しておりますので、前回よりかは少し分かりやすい図はなってるかなと思います。審査はですね、実際プールにあげまして審査いたしますので、全ての声がしっかり分かると思います。はい、残りあと1ヶ月ぐらい楽しんでいただきたいなと思います。はい、餌に反応してくるので、ちょっと浮いてきてくれるといいですけども、どうでしょうかね、なかなか来ないかな。よし、やります。はい、ご視聴ありがとうございます。残り1ヶ月楽しみにしてください。はい、見てくるかな。